去年3年ぶりに通常開催された徳島市の阿波踊り。熱気あふれる踊り子たちの姿など夏の情景が鮮明に映し出されています。シビックセンター3階ギャラリーで行われている未来へつなぐ阿波踊り2022写真展。写真を撮影したのは徳島市公式アンバサダーの皆さんです。アンバサダーは徳島市が阿波踊りを盛り上げるために募集したもので、写真や動画の撮影、さまざまなボランティア活動を行っています。今回アンバサダーから提供された写真の中からおよそ100点を選出し展示しました。演舞場やステージを舞う踊り子たちの躍動感、一枚一枚の写真から踊るアホーたちの情熱が伝わってきます。徳島市公式アンバサダーが切り取ったふるさとの暑い夏。この写真展は今月16日まで開催されています。